箱根園は、神奈川県足柄下郡箱根町元箱根の足の湖湖畔東側と神奈川県道75号線沿いに、あるプリンスホテルが経営するコテージ、植物園、水族館、ショッピングモールなどの複合リゾート施設である。箱根山戦争で知られる西部グループ側の開発拠点であり、関係施設と合わせて足の湖周辺の観光エリアの一つとして、 形成している。箱根園の足の湖,湖湖畔からも富士山を展望できる。箱根園水族館のバイカルアザラシ1979年に開業した標高723メートルに位置する水族館である。魚類、爬虫類、ペンギンを展示する海水館、淡水館とで構成され、450種類3万2000点の生物が飼育、展示されている。 2003年にはバイカルアザラシ広場が設置され、2009年に温泉アザラシが知られるようになった。2013年12月から海水館の大水槽で花ゴンドの展示も行い、一般公募の中からケツと名付けられた。ケツは2015年5月31日に死亡し、現在は展示されていない。園内で使用される海水は西部グループ系列の伊豆。 ミトシーパラダイス施設内で取水され、タンクローリーで毎日輸送されているものである。1976年に箱根プリンスホテルの付属施設としてプリンスコテージとキャンピングコテージとして開業した。宿泊コテージキャンプ場、浴場で構成されている。1986年にはプリンスホテルの別館としてレイクサイドアネックスが開業した。 2010年よりこれら施設が箱根園に関され箱根園コテージアネックスとなる。プリンスコテージは箱根園コテージウエストキャンピングコテージは季節営業の箱根園コテージキャンピングに改称した。旧称箱根ピクニックガーデン。ザ・プリンス箱根から離れた県道75号に所在する緑地施設でドッグランがある。 敷地面積は8ヘクタールを超える。施設内にユリエンの姉妹施設として整備されるユリエンがあった。富士市の湖パノラマパークの向かい、湖畔側にある緑地施設。入場料有料。1996年に箱根園バーチャルシアターとして開業。2008年8月1日に富士テレビショップを設置し、富士テレビショップシアターとして、 施設改装する形で新たに開業した。2012年、キッズランドハムスターランドに施設名称変更。それに伴い、シアターの稼働は終了している。過去の上映作品以下の施設は、箱根園エリア内に位置しているが、箱根園直轄の施設ではない。かつての箱根山戦争の影響により、 おだ急電鉄の箱根フリーパスと伊豆箱根鉄道の箱根旅助けでは利用範囲が異なるため注意が必要である。日本で一番高い場所にある水族館は縦品アミューズメント水族館で標高1750メートル。ただし縦品アミューズメント水族館は淡水専門の水族館であるため 海水水槽のある水族館としては日本で一番高い場所にある水族館となる。ありがとうございます。